ソフィア・テレサ・ウィリアムズイコール・デブラインは元南アフリカの反アパルトヘイト活動家。卓越した国家奉仕に対する女性賞の最初の受賞者。女性の更新の最後の生存者。ソフィア・テレサ・ウィリアムズイコール・デブラインは様々な国籍の人々が住んでいた地域であるビレッジボードで生まれた。彼女はフランシス・エリザベスとヘンリー・アーネスト・ウィリアムズの子供だった。 彼女は他人に対する母親の思いやりが彼女の共感を育むのに役立ったとこと言っている。第二次世界大戦で父親が軍隊に入隊するとソフィアの母親は家族をシャウダーと呼ばれる有色人種のために特別に建設された新しい住宅地に移した。彼女はセントジェームズカトリック学校で教育を受けた。学校を中退し、 繊維産業で働き始めた。バンデーンテキスタイル工場の労働者は彼女に工場のボスとの問題を解決するのを手伝うように頼み、彼女は最終的に店長となった。その後、彼女はポートエリザベスの繊維労働組合の幹部メンバーとなった。ウィリアムズイコールデブルインは南アフリカ労働組合会議の創設メンバーだった。 1950年代に政府が人口登録法を導入した後、彼女はヨハネスブルグの有色人民会議の1000人オルガナイザーに任命された。1956年8月9日、彼女はリリアン・ウンボイ、ラヒマ、ムーサ、ヘレン・ジョセフ、アルバーティ・ナシスル、ベルサグ・ソワと共に、プレトリアのユニオンビルで2万人の女性の更新を率いて、女性がパス法の一部として、 パスブックを携帯することを義務付けられたことに抗議した。ソフィアはわずか18歳で、4人の指導者の中で、最年少だった。この女性たちは、ドアの警備員をかいくぐって、大臣たちの扉の外に嘆願書を届けた。カラード人工法が可決された後、ウィリアムズイコールデブラインは、夕食人民会議から、法律の通過に関する問題で、シュラミスミューラーと協力するように命じられた。 1959年にヘンリー・ベニーナとデブラインと結婚し、3人の子供が生まれた。夫は解放運動の活動家でもあり、ウムコントウェ・シズウェの兵士でもあった。彼らの家は、レーモンド・ムラバ、エリアス・モッツアレディ、ミルトン・ムクワイなどの他の反アパルトヘイト活動家の避難所となった。1963年までに彼女の夫は、 ザンビアのルサカに亡命を余儀なくされ、そこで ANC の地域政治委員会の委員長に任命された彼女は6年後に彼に加わり、ルサカで ANC の管理者として働いている間、1977年までに研究を完了して教員免許を取得した。彼女は1980年に結成された ANC 教育評議会の創設メンバーの一人である。同評議会は、 ソロモン・マフラング・フリーダム・カレッジのカリキュラムを設定した。この大学は、タンザニアの魔人部、異亡命したアフリカ民族会議によって1978年に設立された。ANC が禁止が解除された後、夫と一緒に南アフリカに戻った。彼女の夫は、1999年に亡くなるまで、南アフリカのヨルダン大使を務めていた。 彼女は2004年にハウテン衆議会に参加する前は男女共同参画委員会のメンバーであり2005年から2009年まで副議長になりその後国会に移った2016年8月9日にプレトリアで開催された1956年の女性外交審の60周年記念式典で大観衆を前に演説した1999年 ウィリアムズ・イコール・デブラインは、アイダ・ムントアナ賞の銀賞を受賞した。2001年には、卓越国家奉仕のための女性賞を初めて受賞し、同年に、マハトマ・マガンジー賞を受賞している。彼女は現在、ハウテン州の ANC の衆議会議員である。ありがとうございます。